な出口になります。なのでそのまま左に平行移動して階段を使わずに英語高校選手の交代をお知らせいたします。代々一番高松君がそのまま入り、センターの野田君がピッチャー、ピッチャーの須田君がピッチャー、左手に代わります。あそこが出口になります。なので皆さんそのまま左へ、階段で降りるとかせず、そのまま左へ進むようにお願いいたします。3番セカンド青山君。